毎年夏に開催される学生フォーミュラ。主役は国内外から集結した学生たち。1年かけて設計・製作したフォーミュラカーを夢の舞台で走らせます。そんな学生フォーミュラを支える企業がトヨタ・ガズーレーシング。学生フォーミュラの OB で現在トヨタ自動車 GR 車両開発部で働く水野さんに話を聞きました。僕が学生フォーミュラに出会ったのが2008年になります。で、そこから卒業するまで2012年まで、武蔵工業大学、今、名前が変わって東京都市大学というところで、学生フォーミュラの活動をしておりました。で、担当は、当初、1年生2年生の時はフレーム担当ということで、ボディを作っていたんですけど、3年生からはリーダーをさせていただきまして、プロジェクトリーダーとして、全体の運営でまたドライバーもやりつつプレゼンテーションも発表すると、いろんなことを全てにおいて体験させて、勉強させていただきました。学生フォーミュラのフレームっていうのは、鉄パイプを、組み上げて作る、ボディなんですけども、その中で曲げパイプっていうものが必要になってきます。で、鉄を曲げる技術っていうのは単純に曲げようとするとポキッと折れてしまうので、中に砂を詰めたり、水で圧力をかけたりして、うまく曲げないと物が作れないものになります。なので学生だと現場でなかなか工房で作ることが難しいので、いろいろ町の、工房を回って、支援していただけるスポンサーを探してきました。でその中で私たちの大学は東京都世田谷区にありまして、近くが日本のものづくりを支える大田区というところの横にありました。で、大田区の町工場を一軒一軒歩いて回ったんですけど、そこで曲げパイプ屋さんを見つけて、加工していただくっていうことがありました。自分たち学生なのでお金がないですと。で、活動の趣旨をご説明して、なんとかただでやってもらえませんかっていうのを一軒ずつ回っていたんですが、当然ほとんど断られてました。で、中に一個やってくださるところがあって、すごく覚えてるんですけど、今もご挨拶にこの間伺ったりしたんですけど、そこがやってくださいました。で、大会が終わってすごくいい席を収めれたので、報告に伺った際に聞いたエピソードがあるんですけど、本来お金がかかるところで自分たちの技術は実はできなかったと言われました。仲間内で他に外注をしてくださってたというのを聞きました。しかもお金をその方たちが払って作って自分たちに支援してくださってたというのは後から聞きました。なので本当に自分たちの頑張りたいという思いだけで本当に黙ってそこまで答えてくださる人たちがたくさんいるというのは、すごく学んだことだし、一番感謝している事例の一つになります。びっくりしました、本当に。またチームワークを強く感じた出来事がありました。大会のちょうど、1週間2週間前のちょっと大変な時期でした。やっぱり学生フォーミュラってすごく活動が忙しくて、いろんなことを同時にやらないといけない、授業もあるっていう中で、ちょっとリーダーである自分が体調を崩してしまいました。で、常に、ミーティングをしっかりやったり情報共有っていうのを、やってましたので、自分が倒れた時にもう誰も指示することなく何をするかが分かってる状態なので、全てのスケジュールがそのままオンタイムで動くっていうことが2日間ぐらいありました。で、自分が帰ってきた時にそれを見えてすごく嬉しかったのと感謝っていうので、チームで物事って戦うんだなっていうのを学べたエピソードの一つかなというふうに思ってます。さらに今の仕事に通じるこんな出来事も。学生フォーミュラの車っていうのは作って終わりではなくて、そこからタイムを上げるためにいろんなサスペンションのセッティングだったり、いろんなことを調整していかないと速くはなっていかないです。ただ学生なのでどこをどう触ったら速くなるか、ドライバーが乗ってこうだったよっていうコメントが正しいかどうかもわからないので、試行錯誤でやっていくトライアンドエラーが非常に多くなってしまってました。で、自分たちのスポンサーの中の一人がレースをやってた方がいました。で、その方がもともと知り合いだったメカニックの人に面白いことやってる学生がいるんだよっていうことで紹介していただいて、その方に一回走行テストを見ていただいたことがあります。で、車の動きは一部変なとこがあるからここを変えてごらんっていうふうにアドバイスを受けて変えてみたら急にタイムが良くなった。で、それをどん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 繰り返すことによって今まで全然自分たちができなかったレベルまで一気に高くなったっていうことがありました。その中で、どういうふうにタイムを上げていく、車を作っていくっていうのを学べたっていうことが勉強になりました。そんな水野さんの現在の仕事内容は、今私は GR 車両開発部っていうところで、新型の GR 車両の開発を行っております。
プロジェクトの製品企画っていうところになりますので、車両の企画、寸法の初見からどんなユニットでどんな出力で、まあ、どういうふうにタイヤを使って、車を動かす、でまた内装外装っていうところでどういうデザインにして車に仕立てていくっていうのを、いろんな設計部署さん、デザインの部署さん、実験の部署さん、工場の方、いろんな方と関わりを持ちながら、まあ、それを、企画していくっていうことをやっております。車に関わる一つ一つのことを自分たちで決めていけるっていうところにすごくやりがいも感じますし、また同時にすごい責任も感じる部署で仕事をしております。現在の仕事に学生フォーミュラの経験が生きているといいます。本当にいろいろあるんですが、例えば走行テストの時に、まあ、どういった走行メニューを考えていくか、でどういう結果が出たら次どっちのテストをしようみたいな作戦を組んでテストに行くっていうことは、もともとやっていたので、慣れてた分活かせてるかなというふうには思ってます。車の開発において当然学生レベルと会社レベルと当然レベルが違うので、まあ、コンピュータ解析をたくさん用いたり過去の実験の知見があるので、まあ、そこから、考えていくことができるんですが、やはり新しいことをしようとすると当然知見もないし、まあ、実験の方程式もないしシミュレーションもないっていうところで、どうやったらトライできるかなっていうのをゼロから考えることは、まあ、学生でも社会人も同じかなと思ってます。なので学生時代は本当にお金も機材もなかったので、まあ、アナログでいろんなテストをしました。そこから、まあ、似たように、今会社では、まあ、ある機材とできるメニューを用いてどうやったら一番効率のいい試験ができるかなっていうのは考えながら業務に、使えていると思います。トヨタに入社してから気づいたことがありました。一つがやはり量産車で車を作る時の部品の交差管理の厳しさをやはりすごく思います。もともとボディ設計におりましたので、ボディ設計って多くのパネルをたくさん組んで、部品にしてきます。でそこに他の部品が取り付いてくるので、ほんと少しでもずれると相手の次の部品に迷惑かかってしまいます。なので何百部品をつけた時に誤差が出ないように寸法管理をして、対応生産するっていう難しさ、これはすごいトヨタが得意とするところですけど、まあ、そこに対しての凄さっていうのはやっぱ学生レベルとは全く違うなっていう思ったのが一つです。トヨタに入社してこんな嬉しい出来事も。自分たちがやっぱり開発している車を、まあ、お客様に使っていただけるってところ、ボディ設計に行った時にはその車を街中で見るとすごく嬉しいっていう気持ちがありました。で今 GR の仕事をさせていただいてて思うのは、街中で走ってて当然嬉しいんで、その方がカスタマイズしたり自分好みに触ってる車を見るとまた違う嬉しさを感じます。当然完成車ですので、そのままのパッケージで走っていただいて一般道でも楽しいし、サーキットでもしっかり使える車を出してはいるんですけど、まあ、それぞれ好みがあるのでカスタマイズをしたり、まあ、外装だったり、まあ、タイヤを変えたりホイールを変えたりってやっていただいている方を見ると、なんか自分もそういうの好きなのでちょっと嬉しくは感じたりします。今の時代ですので、やっぱり SNS とかいろんなところでお客様のレスポンスが得られるっていうところがあります。先日 GR ヤリスのあるパッケージを少し発表したことがあったんですけど、それが出た時にもうすぐもう SNS でそれにコメントをする方がいて、でそのコメントを見てまた記事にする、雑誌があったりして、そういったレスポンスで見ていただけてるんだな、気にしていただけてるんだなっていうのは本当に感謝です。車業界を目指す後輩たちへ伝えたいアドバイスとは。チームによって環境が違うんですけど、研究室でやってたり部活でやってたり完全に課外活動でやってたり皆さんすると思います。ただ理系の学生さんってどうしてもレポートが大変だったりでアルバイトをしなきゃいけないということで結構時間に追われていることがあると思います。その中で、まあ、しっかり打ち込みたいのにと思ってもやっぱ時間が割けない、そういう苦労をする方もいると思います。ただそれは社会人になっても結局一緒で、やりたいことだけやるっていうのは当然なかなか人間できるものではないので、決められた中でどういかに効率よく集中してそれに力を情熱を注ぐかっていうのは、まあ、学生時代から勉強になることかなと思います。で一方でその情熱の大きさが学びの大きさにそのままつながるかなと思いました。先ほどバランスよくって言ったんですが、自分はどちらかというとあまりバランスよくはでききれずに、まあ、学校の成績の方はそこまで良くなかったんですけれども、その分違うところで学び合いたかなと思うので、まあ、集中して何か本当に卒業するときに後輩に言った言葉なんですけど、負けたら泣けるぐらいの努力でやれよっていうのを言った覚えがあります。負けて泣けないぐらいだったらまだ努力が足りないんじゃないっていう、なんかちょっと臭いことを言った記憶がありますね、はい。最後に学生の皆さんへの応援メッセージをいただきました。学生フォーミュラを頑張っている皆さん、
コロナ禍であったり、まあ、いろんな活動が制限されながら非常に苦労して、頑張っていると思います。ただ自分たちが考えてきて、作ってきたマシンの設計で作り上げてきたものづくり、勉強したところのマシンの本そのもの、いろんなことが勉強になったと思います。で大会に向けてこれから山場を迎えると思います。多分今まで考えてなかったトラブルが起きたり、予想外のことは絶対起きてきます。その時にいかに逃げ出さずに、いかにみんなで知恵を出し合って頑張れるか、それが大会で成績となって現れるので、まあ、最後の最後まで諦めずに楽しみながら、努力してもらえればと思います。皆さん頑張ってください。